そわ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 、え、なんでそんな落ち着きないかって、それはこの動画の最後に教えてあげましょうね。こういう時は掃除をするのが一番。あーすごい花粉。春は大好きだけど花粉症だから最悪って人多いと思います。私は花粉症じゃないけど。そういえば結構昔にあなた花粉症じゃないの、じゃあすごい汚い環境で育ったのねって言われたことあるけど、チクチク言葉だよそれ。チクチク、ホコリと一緒にストレスも。ここまででお気づきの方多いと思いますけれども、本日はこの蒸気を石田テンションでお送りしております。時代はエコーエコエコザラーク、おまんら雇ってとってもセラピー、意味は知らんけどミラクルソサエティ。洗濯が終わったらみんなでサスティナブルについて語り合いましょう。はい、もう知ってる単語全部言いました。大人だから何でも知ってると思ったら大間違い、違い方言つってね。はい、行ってらっしゃい。はい、あんたならいけるよ。はい、頑張って。トナカイしか、トナカイ、トナカイ。ふう、やっと気持ちが落ち着きましたということでね。どうして落ち着きがなかったっていうと、YouTube がね、旦那の親友にバレました。こんにちは、見てる。